どうもありがとうです。本日は壁紙のペンキ塗りをねしたいと思います。この部屋の壁全部よいしょ、壁紙用のねペンキを買ったので、これに塗り替えていきたいなと思います。壁紙用に人気のイマジンウォールペイント2色、直接壁の上からねペンキを塗るだけで OK っていうね、すごく簡単なペンキ塗りなんで、養生から始めてペンキを塗るだけやっていきたいと思います。ただまず部屋が結構荒れておりますので、片付けからですね。よし、養生針か、養生貼ってきます。養生がね、めんどくさいですね。なんでもう養生はほどほどに始めます。扉とスイッチ関係、このホワイトウッド調の壁紙にイマジンウォールペイントのカラー、神秘のピラミッド。やっぱりね、壁にも神秘をね取り入れて、神秘のピラミッドで、ホワイトのねレンガ調の壁紙にしてるところをセラミックチャコール、黒ね、サンドカラーとブラック系のねツートンカラーにしようと思います。部屋は綺麗に簡単に塗れます。上の部分脚立がないとちょっとできなかった、ね、とりあえずこの2面をね塗ってみようと思います。これ俺今頃気づいたけど、このつなぎと同じだね。そういえば全然気づいてなかった、ほとんど同じ色だつなぎと。2面のね上だけ残して2面を今塗り終えました。思ったよりね結構簡単に綺麗に塗れるんですけど、下が柄のね壁紙なんで若干ちょっと透けて見えるんで、やっぱ二度塗りはねしないといけないですね。これ今回の驚きはね、一番の驚きは俺のこのつなぎが神秘のピラミッドカラーだったっていうことですね。ほぼ保護色ということで、ちょっと休憩してね続きます。よし、続きを塗ります。いい感じに荒れてるね。とりあえずここをやって、またこっち面か。脚立を持ってこないといけないね、このあと上を塗るのでね。よし、ひとまず
ず神秘のピラミッドを1回目塗り終わりです。脚立をまだ用意するの忘れてたんで上の部分塗ってないですけど、他は全面ね1回塗り、なかなか綺麗に塗れた1回でももう終了です。若干こういうね色ムラだったりちょっと透けてるようなところを2回目しっかり塗っていけば綺麗な結構壁紙のね色になりそうです。今回ねツートンなんで結構まだこの後もう一色塗らなきゃいけないんで大変ですけど、ちょっと休憩します。よし、脚立も用意したんでこの上の空いちゃった部分をね塗りたいと思います。よし、2度塗り終了。乾くの待ちます。結構綺麗に塗れたんじゃないかな。今日はここまでかな。続きは明日かな。なんかねやり始めるまではやっぱり億劫ですけど、始めるとね無心で結構塗るのも楽しいですね。なんか夢中でやっちゃいました。結局2度塗りプラスでちょっとね気になるところを修正して OK です。神秘のピラミッド、あとはツートンのこのレンガ調のところをねセラミックチャコール塗っていきたいと思います。ツートンで塗るところを養生テープでね保護して、ちょっとオーバー気味に最初のカラーをね塗っておいたんで、この上からね黒2カラー目をね塗れば OK ですね。よし、ということで2カラー目セラミックチャコールをね塗ってきます。この面は結構垂れるから少なめに塗らないで難しいのかな、どうなんだろう。先に上を塗ってかなきゃいけなかったかな、こっちの色じゃなくて。塗り1回目終了。とりあえずね乾くの待ちます。上から先に塗らなきゃダメだね。前言ったこういうとこ塗り直して、ここも結局飛んじゃったんで塗り直さないといけないね。上から順が基本ですねやっぱりね。だいぶ粗い1回塗りが乾きました。ちょっと立体になってるレンガ調がだいぶ現れてるな、これ。これは多分塗ってもダメだね。2度塗りです。二度塗り終了。あとはね乾いたらもう完成かな。ただこれお気づきの人も多いでしょうが、天井とのね境目養生してないんでガタガタです。ちょっとねめんどくさかったからってこういうのをねサボるとやっぱりこういうね雑さが出ちゃうとねダメですね。ということで乾くまで待ちます。明日が生田作業は。あれ全然綺麗じゃないやん。染み出ちゃってんのこれ。あれ？おはようございます。今養生を果たしてみましたけど、こんなガタガタなラインになるなんて本当びっくりなんですけど、上を先に塗って下を後から塗らないとダメですけど、こんなでもガタガタになるなんて。多分養生テープをねしっかりピタッと貼ってなかったんで、壁紙の凹凸もあってペンキがね浸食してきちゃったんじゃないかなと思うんですが、あとはねやっぱりめんどくさがって天井部分養生しなかったんで、こんなガタガタのラインなんで、ラインがビシッと出てないといかにねなんか変な感じになるか勉強になりました。ちょっともう一回ねやり直しです。一通りのね作業終わりました。若干ね直線が綺麗に出てないところ修正したんですけれども、やっぱりね最初の雑な部分がどうしても尾を引いて学祭のりがねちょっと抜けきらないんで、そこはね
大いに反省するところだなと思うんですけれども、おおむねねいい感じにできたかと思います。でこの柱部分はね、下のレンガ調の壁紙が若干エンボスがかかったようなね、立体加工だったんで、若干レンガに黒を塗ったようなね感じになりました。まあいいんじゃないでしょうか。あと気になるのは、はばき部分が養生をしていたテープを剥がしたらね、テープと一緒に剥がれ落ちてしまったので、これをちょっと直さないとなと思います。今回非常にやっぱり曲線がピッとラインが、ね、出てないといまいちうーんになるっていうことはねよく分かったんで、やっぱりそのラインのね曲線の重要さをね身に染みて分かりました。今度からねもしなんかやるときはそれにすごく気をつけながらね作業したいなと思います。皆さんもねもしやるときは直線ラインにね気を配ってね作業するといいかなと思います。なかなかいいんじゃない？数え上げればペンキがこぼれた箇所だとか、ラインのね汚さだとか、いろいろありますけれども、なかなかいい感じにできたと思います。満足のいくね、部屋のねちょっと模様替え、イメージチェンジ。はい、ということで壁紙のペンキ塗りねしてみました。なかなかね最終的にはねなかなかいい感じに仕上がったと思います。楽天の壁紙屋本舗で買ったイマジンウォールペイントを使ってね壁紙ペンキ塗りしてみたんですけれども、色の種類がものすごく豊富で、ペンキ独特のあのね嫌な匂いがあんまりなくて、艶消しのカラーもかっこよくてね、非常にね人気なのがうなずけるペンキだなと思いました。ちょっと塗り終えた当初はねうーんどうなんだろうと思ったんですけれども、使っていくうちにねどんどんと気に入ってきて、今はねこの神秘のピラミッドのパワーを浴びながらね作業になんか集中できるなという感じで嬉しく思っております。これからしばらくねこの部屋はこの神秘のピラミッドとセラミックチャコールのツートンのね部屋で行きたいなと思います。やっぱりね壁の色が変わると一気に部屋の雰囲気がね変わって、部屋に入ってくるたびに、あ、なんか違うなっていうのでね、ワクワクするというか嬉しい気持ちになってね、気持ちも一新できてね、なかなか楽しいなと思いました。ということで今回は部屋の壁紙のね、ペンキ塗りをしてみました。なかなかいい感じにできたと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。